はい、土井パフォーマンスです。今日はいよいよマンソリーウルス、ベナタスのもう後半、はい、お伝えしたいと思います。もう塗り分けが全部終わって、いよいよ今日エアロを車に取り付けするみたいです。ちょっと早速見に行ってみましょう。作業中でございます。お疲れ様です。はい、あ、合体してますね、上と下が。あ、そう、はい、今絶賛こう上側と下側が合体中です。はい、これ合体するとでかいっすね。でかい。あ、そしてマフラーカッターも、はい、ちょっとこっちから見てもらって、マフラーカッターも、あ、ここがしっかり、はい、入ってます。すごい。そして今回このオレンジ色のラインを、はい、ところどころアクセントで、これはマンソリーのコンプリートのデモカーですね。それと同じ仕様になってるみたいです。はい、この辺とか、はい、でリアに関してはもう下側が全部カーボン、はい、見えるように、そして上側はボディ同色に仕上げてます。これからまあ純正の合成センサー、あ、もう移植されてますね、はい、したりだとか、まあ、いろんな細かいパーツつけたりして組み上げていくんじゃないでしょうか。はい、じゃあ石原さん、これは何ですか。ここのダクト。あ、横のダクトなんですね。よし、それ別部品で、それもくっつけろ、接着ですか。イエス。じゃあもうなんか塗り上がったらボグつけておしまいじゃなくて、組み立ててなおかつこうフィッティングも確認して、はい、かなりまでが大変なんで、はい、大丈夫です。今日密着してできる限りちょっと今日分の様子を密着してお届けしますんで、はい、ちょっと邪魔しないようにしますんで、はい、とこんな感じです。リアのバンパーは、はい、あとフロントも全部塗り上がってるみたいなんで、ちょっとそれも見てみたいと思います。リップと、はい、あとはオーバーフェンダー関係、はい、あとフロントバンパー、さりげなくプラハスのリップも全然違う車のやつですね、はい、そして今回この塗り分けたバンパーがこれです。はい、でも完成しちゃってるとおーって感じなんですけど、実はこれかなり大変だったみたいで、あのコンプリートカーと同じ仕様で塗り分けたんですけど、お客様に見てもらってちょっとここが違うなとか、もうちょっと細くとかっていうんで、かなり何回も何回もお客様と打ち合わせをしてやり直して、はい、やったみたいです。で具体的に言うと、例えばこのプレスラインというか、この何て言うんですか、で塗り分けないであえて別のところで、はい、ラインを引いてるっていう、やっぱりちょっと視覚的なものと、あとそのパーツに合わせて塗るのとどっちに合わせるかっていう、はい、その辺もあるんで、まあ、かなりこだわってこの辺もなるべく尖らせてとか、はい、あとは聞いた話によると、このサイドステップのこのライン、はい、一度引いたんですけどちょっと位置がっていうことで、なんと1ミリ下げてって言ってます、はい、塗り直したりだとか、本当にめちゃくちゃこだわって、あの今回塗り分けを実施してるみたいです。はい、これはかなりかっこいいのを期待していいんじゃないでしょうか。はい、この辺も本当に絶妙な塗り分けで、特にラインをかなりやり直したっていう風に言ってたんで、まあ、正直安いパーツじゃないんで、本当にその辺のこだわりだったりだとか、はい、言っていただければできる限り、あの現場が、僕は対応できないんですけど、はい、現場が対応します。はい、そしてホイールもなんか出来上がってるみたいなんで、ちょっとホイール見てみましょう。ホイールはこんな感じで塗り上がってます。でこれも同じようにオレンジ色のラインを入れて、まあ、ベースは全部グロスブラックで塗ってるみたいです。はい、まあ、ホイールのペイントも言っていただければ、ご希望の仕様で仕上げることができますので、はい、これは相当いかついのが出来上がりそうです。本当に真っ黒ボディに多分ところどころカーボンで、アクセントでオレンジ色のラインになるなんで、まあ、基本的にデモカーと同じような仕様になるんじゃないかなっていう、はい、これギアの幅が半端じゃないです。これ何 J だろう、11ぐらい、12、大体こうワイドボディってこう、まあ、ブラバスとかでもそうですけど、スペーサー入れてこうホイールを外に出してワイドっていう感じですけど、これの場合だともう本当に太くして、もうスーパーカーみたいな、はい、太さのタイヤになるようです。はい、いやちょっとこれは楽しみですね。
はい、身近じゃないそんなの。335なんて見ないから大変。355か355とか見ないから。もうスーパーカーのリアとかアメ車のなんかいじくってる車のリアとかこれだよ。だってもはい、で今日の作業の流れとしてはこうバンパーつけてサイドスカートつけてそれにこうオーバーフェンダーを最後つけてで全部出来上がったらタイホイールを交換してっていう流れになるみたいな。まあ一つ一つかなり時間がかかるみたいなんでちょっとどこまでお伝えできるかわかんないですけど、まあ、できる限り今日の分の、はい、取り付けの様子をお届けしたいと思います。全部これつけたんすか。うん、切ってあったけどね。あ、そうなんすか。ここだけの、はい、こっち側は塗ったんすか。あ、塗ったんすか。やっぱり見えちゃいますもんね。あ、だからホースメントも全部黒く。やっぱりちょっとこういうちょっとしたことで見栄えだいぶ変わりますもんね。この下側を全部黒くマットブラックで塗って目立たないように、はい、あ、この下も塗ってですね。そういよいよこのバンパーが乗っかりそうです。ダクトはしっかり蓋をして、はい、あーでもここパチンパチンってはまるだけなんですね。意外や意外で、はい、ここは本来、はい、あのタッピングの受けがプラスチックのやつが純正を、はい入ってて、はい、それでつけるようなんだけど、はい、オーバーフェンダー接着しちゃうじゃん。なんで、はい、こっち側に、はい、ナットリベットを打ち込んで、はい、あ、ナッターを入れたんすね。ナッターでこので内側からボルトで、あ、なるほど。で脱着そのまんまできるように整備性というか後々のことも考えて、イエス、はい、しております。消火口を施してあるみたいです。ここ綺麗です。あ、すげえ、すげえ迫力ですねこれえぐいですね。はい、そしてこの驚異のフィッティング、まあ、もちろん合わせてから振ってるからあれですけどドンピシャっすね。しかもこれ単体で見たとき気づかなかったけど微妙にこうなってものすごいなんか立体感が、これもちゃんとこういう絵面がすごい、はあ、本当にこれ下だけ見たらウルスじゃないですよ。アベンダーについてておかしくないよ。これ前走ってたらビビりますね。でこれだってまだオーバーフェンダーつけてないですもんね。これに約 30mm ワイズぐらいのオーバーフェンダーもついてホイールもボカンって、まあ、僕が想像してたこうポンって乗せて終わりじゃなくてこのグリルのこの網をつけたりとかセンサーを移植したりだとか、はい、ダクトをつけたりだとかかなりいろんなことやってからじゃないと思わないみたいなんでちょっと甘かったですちょっとあの続きでお伝えできれば続きでお伝えしたいと思います。いやどう、かっこくない、すごくないこれちょっとやっぱり単体で見るのと車に装着した状態で見るのとだいぶ違いますね。センサーのブロケットもこういうのがボンってきて、はい、入ってて、はい、それをつけられるように加工していかなくちゃな。あ、なるほど。え、こういうとこ、ああなるほど、はい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 、それも合うように。だもう職人さんの技術ありきで、さすがにポン付けじゃないんで、はい、もう至る所を
シラさんが手を加えてやってるみたいです。2日目突入でございます。はい、ちょっと見に行きましょう。はい、昨日リアが合体したんで今日はフロントに取り掛かってるんで、お疲れ様です。おー、ごめんなさい。あ、もしかしてフロントも塗ったんすか。この辺をですよね。はい、気が付いちゃいました。リアと同様にあのメッシュの中が見えちゃうんで全部塗ったみたいです。え、これコアも塗ったんすか。いや、コアは、あ、コアは塗ってないんすか。このホース面灯を塗ったみたいです。はい、そしてバンパーが今こちらで組み立てられてます。若干来たのが遅刻気味なんでだいぶ完成されちゃってます。はい、リップが合体されてグリルがだいたいついてます。はい、で両脇はこれちょっと目の細かい網が装着されてるみたいです。そして今白さん情報によるとここは何にもつかないらしいんですけど、ここのこの字はこのちっちゃいやつと一緒ですか。そう、はい、これと同じサイズの網が、ああなるほど、はい、あ、違う、くっつくみたいです。はい、ただ裏側見たんですけどくっつけるベースがないんでまあそこは職人さんが、はい、うまいことくっつけるみたいです。でこの辺はあれですよね、ランボのエンブレム純正移植ですか。純正が移植されます。はい、カメラも完璧です。どうしようかな。で下のリップと合体するとこの立ち上がりがなんかすごい立ち上がりで、はい、でしかも穴が開いてるっていう、はい、すごい造形。はあ、あ、でそんな感じ。え、それなんすか。シート。ああ、すごいすごい、もう本当にこんなの組み立てる時じゃないと見られないものを発見しました。なんとシーテックの充電ポイントをバンパー内部に隠して設置。いや、もともと真ん中に。え、そうなんですか。ついてたの。なんかえ、クルスの純正バンパーってフロントバンパーの中にシーテックの充電ポイント、うん、あ、そうなんですか。最初なんだろうと思って外したら、あれ、これシーテックのやつじゃん。あ、じゃあ代わりにどっかに移設するために今どこにつけようかなっていう、うん、ここしかないな。まあまあでもそうですよね。これが通らなくちゃいけないわけですから、うん、なるほど。これをもうちょい、だいたいリアバンパーとかですけどね、うん、そうっすよね。アストンとかベントレーなんとか。あ、フロントについてんすね。こんなのが、はい、まあ、乗らないっすからね、そんなに。そしてバッテリー上げちゃうと大変なんですよね。あのリチウムイオンだから10万円するバッテリーなんで、はい、その辺もちゃんと使えるように振り付けしております。はい、一番最初にも触れましたけどここにもセンサーがつくんで、ここだけはなんか別の素材で作られてるみたいです。センサーが透過するように。だってこういうのも全部移植しなくちゃいけないわけですもんね。そうですよね、センサー関係のこのハーネスもめっちゃ大変ですね。なんかポコポコっていう感じじゃないんですね。そうなんです。最近どこにつけようかな。そう本来はね、でもこの車はないからまだいいんだけど。あ、アリシャ用のやつなんですか。いや、アリシャ用とか全部共通で、はいはい、そのセンサーがついてるやつはここにつけなさい。今回の車はなかった。あ、じゃあその分ちょっとこうちょっと楽、ちょっとだけ楽。でもあんまり変わらないですあんまり変わらない。いや、これは大変っすよ。そしていくらフィッティングがいいって言ってもやっぱりちょっと本当に経験値のある職人さんじゃないと僕レベルじゃ全然つけられませんから、ちょっと密着してちょっとフロントバンパー合体のシーンを見届けたいと思います。はい、we'll be right back.
さあいよいよ合体でございます。はい、もう飛ばしてピピピピューンって感じだけど、はい、あの全部一応下準備は終わったみたいです。はい、こんな感じで網が全部装着されました。はい、そして裏側の配線も全部取り回しが終わりまして、はい、カメラとあと何だっけ、充電のやつ、はい、こんな感じで、で網も結局固定方法はないんで、はい、まあ足付けして、はい、二液タイプの接着剤で、はい、で網もびっちり全部、はい、こんな感じで、シラさん、クラスさん、ベテランコンビがバンパーを合体させます。ここにちょうど刺さる感じなんですすごいな、これなんかエアをつけてる感じじゃないね、なんかフォーミュラーのカウルをこうかせてる感じじゃないですか、なんかこの今ざっくり乗っかったようです。よくこう ランボってこうガンダムとかってガンダムっぽいとかって言われるけど、なんかもはやそれを通り越しております。これはどうやってデザインしたんだろうね。突然線引いてる。このバンパーの ここに至ってはもう4段だからここまで入れたら5段だから、1,2,3,4,5 みたいな。けどおかしくないじゃん、どういうデザインするの、こうなるの。あ、で、ここの出っ張りは3段になってる。そうだ、このアベンタのっぽいこのこういう作りはこう、もうウルスの純正バンパーの形を忘れましたこれのインパクトがすごすぎて多分きたこれは新しいですね。ちょっと他のランボに習ってこうなる感は純正だとあるんですけど、もう全体的になんかこんな感じで、はあ、今日本当にね強烈すぎて言葉が出ない。だよね、完璧で。この辺の段差とかさ、まあ、削ればまあ合わせられますよっていう感じだけど、ここってもう基本的にはそんなに大きく持ったり削ったりってできないんだ。そしてやっぱりこれバンバン乗せるだけでこんなに大変なんですね。はい、そうなんですやっぱりこれだけの高級車だといろんなセンサーもついてるし、まあ、そういう充電のもつけなくちゃだし、まあ、あとはヨーロッパ仕様だからそのカメラの位置がどうとか、まあ、あカメラの位置はナンバーの位置がどうとか、はい、いや今日この時点で、まあ、オーバーフェンダーとかタイホイールとかついてないですけど、全体的なシルエットはなんとなくこれ見えたんじゃないでしょうか。これででも横バチンってなって後ろあの355が入ったら、これは強烈なのが出来上がりますね。はい、というわけで今回は撮影を2日間にわたって、完成間近まで前後バンパーつけるところまでをご紹介させていただきました。もう次回完成した様子を全部お届けできると思いますので、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。